クロワークス。はい、どうもクロワークスです。ということで、私本日来ておりますのはクロワークスベースのある千葉県香取郡多古町の道の駅多古あじさい館さんにお邪魔しております。でねタイトル見ていただいたら分かる通り、はい、実はですねクロワークスですね、ついにやりました。道の駅をクロワークスがジャックしたぞということでですね、はい、今回はその様子を皆様に存分にお届けしようじゃないかということで、ちょっと偉そうにしてすみません。はい、ということでここまで音声を編集してましたが、まあ、風の音すごいね。ということでアフレコにします。はい、冒頭皆様お聞き苦しく大変申し訳ございませんでした。はい、ということで今回の動画はですね、道の駅多古あじさい館さん、クロワークスベースのある千葉県香取郡多古町に、こちらにねあります道の駅さんですね、こちらにお邪魔しております。で、冒頭で説明した通りクロワークスが道の駅をジャックしたぞということで、その様子を皆様にお届けすると。これね、実現するまでは本当皆様のおかげご協力がありまして、こういったことが実現しておりますので、本日はですねその実現した内容が何なのかっていうところも含めてですね、皆様にぐるっとまるっとモリッとご紹介していこうと思いますので、最後までお楽しみいただければと思います。ということで行ってみようと思います。あ、映像とあったわはい、ということでまずはですね、道の駅多古あじさい館さんってどんなところっていうふうにご説明しますが、駐車場の感じこんな感じ。はい、はい、ここにですねクロワークスこう初号機ネオちゃんが止まっておりますが、まだカスタム前ですね。はい、道の駅多古あじさい館さんは、千葉県香取郡多古町にありまして、このね今ご覧になっていただいている栗山川沿いにあります。またね、多古町唯一の国道沿いにあるということで、週末は人がいっぱいいらっしゃってですね、利用者の方もとても多く賑わっている道の駅でございます。またですね、これ映像で見えてますが、これ土手のところに立っているのは桜の木でございます。なのでこれからのシーズン桜が満開になると、この川沿い、あの隣にね、あじさい公園っていう公園もありますので、めちゃめちゃロケーションのいいお散歩コース、そういったところにもなる場所にですね、道の駅多古あじさい館さんは位置しております。こういった形で入り口入るとですね、まずこういったお花たちがお迎えをしてくれるんですが、こういった珍しい色のお花もあるんですね。またですね、これ地元の多古高校の園芸家さんが作られたお花なんかも売られているみたいで、地域と密着された道の駅でございます。はい、そして店内の様子全体はこんな感じでございます。本当に特産品がいっぱい並んでいて見応えがある店内です。そしてそして今回のメインのお話でございます、こちらでございますよ。ということで、はい、なんと道の駅多古あじさい館さんにクロワークスのスグル代表と多古町のゆるキャラふっくらたもこさんのラッピングがされた自販機が置かれることになりました。やったー。ということで、はい、こちらがですね置かれることになりました。もう実はですね、もうすでに稼働が始まっております。ああ、これ横から見るたまごさんめちゃめちゃ目立ちますね。これね、駐車場に来てもらえばすぐ見えるところに自販機が置かれております。ということで、この日風が強くて音声取れなかったんですが、こちら道の駅多古あじさい館さんの渡辺さんにですね、いろいろお話を伺いました。これね、音声聞き取りづらいんで僕の方のアフレコでさせていただきます。ああ、ありがとうございますというふうに頭下げておりますね。はい、今回ですね、こういった自販機なぜ置いていただけるようになったかっていうことをご説明しますと、現在のねこのコロナ禍の中で非接触状態で多古町の名産品ですね、特産品っていうのを手に取ってもらえるようにっていうことだったり、道の駅の営業時間外、例えば夜間とかですね、そういった時間帯にも24時間多古の名産品を手に取ってもらえるようにっていうことで、こうやって無人でね、特産品を手に取ってもらえる自動販売機を導入していただけることになったと、そういうお話でございます。確かにそうですよね。24時間、タコも道の駅に行けばタコの、大和芋がタコ米が焼き芋がっていうことで手に入るっていうことに関しては、これめちゃめちゃ有意義なことだなというふうに思います。あとね、これ上段の列、これ後で商品の説明は簡単にさせていただきますが、タコ米を使ったお粥ですね、お粥なんていうのもこちらで販売されていたりもします。
これね、もうすでに実は稼働しておりますということで、売れ行きを伺ってみたところ、なかなかですね売れ行きはいいようで、はい、こういった、タコの自販機大活躍してるよなんていうことを渡辺さんから伺うことができました。その自販機にね、クロワークススグル代表がタマコさんとコラボレーションできてるっていうことはめちゃめちゃ誇らしいことでございます。いや本当に何度も何度も重ね重ねになりますが、こうやってね、皆様こういった自販機にクロワークススグル代表のねキャラクターだったり、クロワークスのロゴを返していただけるっていうのは本当皆様のおかげでございます。ご協力いただいた方、関わっていただいた方、本当にありがとうございます。これからですね、この道の駅タコアジサイ館でこのスグル代表もコラボレーションさせていただいた、はい、ご当地自販機ということで、こちらの自販機はですね稼働を続けてまいりますので、気になる方はぜひとも足を運んでいただいて、ぜひともですね商品を手に取っていただいて、はい、そういったね写真なんかもツイッターなんかで拡散していただいたら僕は嬉しく思います。はい、よろしくお願いいたします。でね、この後に僕焼き芋食べてます。そういった食レポも含めて商品の説明これからさせていただきますね。はい、まずこれ自販機の上段タコ米のおかゆっていうことでなっておりますが、これ味が3種類でございます。右から中華がゆ、だしがゆ、白がゆということでおかゆになっております。こちらですね、パッケージングに関しましては、一般の方のね工房イラストなんかをさせていただいたものがパッケージングに使われているそうです。はい、そして下段に移ります。千葉県産コシヒカリタコ米ということで、ペットボトルに入ったタコ米、こちらですね3合入っております。これキャンプとかにも使えるんですよね。こういったものだったりタコ水、そして焼き芋、大和芋ということで入っております。焼き芋に関しましては季節限定ということで、この動画が公開される頃に商品からなくなるかギリー動画っていうところらしいです。はい、動画の公開が遅くなり大変申し訳ございません。はい、ということで、そのね焼き芋を作られる工程っていうところを軽く取材させていただきました。こういった形でですね、道の駅でしっかり美味しく焼かれたお芋を真空パックして自販機に並べてるそうなんです。これすごいっすよね。でここでもちろんね、お店がやられてる時は買うことができるんですが、この後ね冷蔵庫で冷やされた状態のお芋をいただいたんですよ。これね焼き芋はあったかい方が美味しいよねなんて思ってたね、そのね価値観っていうのをね大きく覆されました。これはちょっとこの後の食レポ楽しみにしてください。めちゃめちゃ冷えたお芋も美味しいし、それを温め直しても全然美味しいっていうね、こちらのお芋めちゃめちゃ絶品だったんで、そちらの食レポを聞いてみてください。実際に買ってみようと思います。こんな感じで入ってるんですね。はい、ということでここですね、道の駅の2階にあるコミュニティスペースというかちょっとしたスペースがあるんですけど、兼飲食できるスペースなんですよ。ここめちゃめちゃ良きでございます。タコ町のですねいい眺めを見ながら、自販機で買ったものなんか道の駅で購入したものなんかをいただくことができるスペースです。はい、ということで実際にスグル代表は今開封をしておりますが、真空パックされてるってね、開けるとふっと空気が入ってくるのが分かります。はい、こんな感じのお芋なんですが、これね一番最初冷えた状態で食べております。これ俺食レポで当時喋ってると思ったら、あれ喋ってないね多分ねこれ他のお客さんが周りにいたから、それに配して声を出して喋るのやめたんだと思います。ということでアフレコを入れていくんですが、これ見てください、ふわーっと、もうしっとりとしていて糖度がめちゃめちゃ高いぜっていうのを見ていただいて分かりますか。これね、なんて表現したらいいのかな、お芋はさ、ほら焼き芋甘くてホクホクで美味しいんですよなんていうのはよくする表現なんですけど、なんて言ったらいいだろう、あれだなんだろう、冷えた状態で食べるとそのままスイートポテト食べてるような、そういった甘みなんです。でね、今これフーフーしてると思いますが、半分ぐらいいただいた状態で電子レンジで温めさせていただいてね、ホクホクの状態もいただいております。これはこれで美味しい。なんていうのかな、焼き芋ってさ、ただ芋を焼いただけだよっていう、そういう表現のとかそういう認識の方多いのかもしれないですけど、これぜひとも一度食べていただきたい。
焼き芋ってこんなに美味しいんだって、これそういう風に思いました。あのね、焼く前のあのお芋見させていただいたんですけど、あの黒い蜜が出ていてね、うわこれ甘いよねっていうのが分かるような、めちゃめちゃ質のいい甘いお芋を使って焼かれてるのもね、あの焼く前のお芋を見させていただいて分かりました。なんでね、あの焼き芋に対してこうあんまりいい印象を持ってない皆様、ぜひともですね、この冷たい状態、自販機で売られてるこの冷たい状態のスイートポテト的な、だってスイートポテトお砂糖入ってますからね、それなくてスイートポテトが出るってめちゃめちゃ糖度が高いということなんですよ。だそのスイートポテト的な焼き芋を楽しんでいただいて、さらに温めた状態のこの焼き芋もぜひ試していただきたいなというふうに思いました。めちゃめちゃうまいから、これに関しては間違いないです。はい、なんで道の駅タコ、こちらの方ですね、あじさい館さんにお入れの際はですね、自販機から、ぜひとも購入していただければと思います。ということで、スグル代表も食べ終わりましたね。もぐもぐしておりますが、ごちそうさまでございました。はい、ということで、そう、最後の最後にですね、私スグル代表やらかしてまいりました。はい、これちょっとクロワークス感足りないから、これクロワークスのステッカー貼ってきていいですかっていう風にね言ってですね、ステッカーを貼らせていただきました。でこの撮影の後に、この撮影の後ですね、あのさらにちょっと皆様にご報告したいステッカーなんかも出来上がっておりますので、ちょっと折り見てですね、また渡辺さんの許可を得て新しいデザインのステッカーもこちらに貼ろうと思います。こちらもですね、タコ町にご協力をいただきまして、はい、出来上がったステッカーがもう1種類ありますので、そちらのステッカーもこちらに貼り付けさせていただこうかななんていうふうにも思っております。はい、はい、ということでですね、あの最後の最後に私スグル代表はクロワークス感を増しさせていただきました。はい、ということで今回はですね、クロワークスが道の駅タコアジサイ館をジャックしたよということで動画を撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。こんな感じでですね、タコ町の活動の動画、これから続々出していく予定でございます。ですので皆様要チェックお願いいたします。最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。バイバイ。